黄色い王女はカミール・サン・サーンスによる一幕5場のオペラコミックである。ルイ・ガレによるフランス語のリブレットに基づく。このオペラは1872年にオペライコールコミック座で上演された。当時の多くの芸術家と同様、サン・サーンスもパリのジャポニスムに影響を受けていた。当時の講習の趣味に合わせて、サン・サーンスは日本の王女に関する話を選んだが、 話の舞台はオランダである。音楽は東洋的な響きを出すためにイ音音階を利用した軽く元気な音によって特徴を付けられる。主人公のコルネリスは日本に関するすべてのことに見せられた学生である。そのいとこのレナはコルネリスを愛しているが、コルネリスは日本の王女の民を描いた絵に熱中するあまり、レナが自分を愛していることに気づかない。 ポーションによって引き起こされた幻覚的な夢の中で、コルネリスは日本に移動する。はじめコルネリスは夢中になるが、最終的に幻滅して、自分がレナを愛していることに気づく。黄色い王女は、サン・サーンスが作曲した3作目のオペラであるが、実際に舞台にかかったオペラは、本作が最初である。また、ルイ・ガレと協力した最初の作品でもある。後にガレは、 サン・サーンスのために他のいくつかのリブレットを書き、サン・サーンスの親友になった。オペライコールコミック座では、かつてサン・サーンスが以前に作曲したオペラ、銀の鈴を財政的な理由によって契約通り上演することができなかったため、その償いとしてオペライコールコミック座の支配人であるカミー・デュ・ロクルによって依頼された。年の初演では、 エミール・パラディールのトメガネ、ジョルジュ・ビゼイのジャミレと共に三つの一幕オペラとして上演された。初演は完全な失敗であり、批評家は三作すべてを批判したが、この頃まで批評家は常にサン・サーンスの音楽に批判的であったため、これはサン・サーンスにとっては意外なことではなかった。オペライコール・コミック・ザは、その後四回公演を行った後、 黄色い王女をレパートリーから外した。コッホオイラン1887年レナは最近孤児になったいとこのコルネリスと共に両親の家に住んでいる。ある日、レナはコルネリスの書斎にはいるが、コルネリスは不在で、書斎は至るところ本や紙、コルネリスの書きかけの作品が散らばっていた。その多くはコルネリスの日本に対する興味を示していた。 レナは部屋を掃除し、コルネリスが徹夜したに違いないと思う。レナは死を見つけるが、それは戸棚にかかった額の絵に描かれた、日本の女性をコルネリスが愛しているのではないかというレナの疑いを証明するものだった。レナは怒り、自分がコルネリスを密かに愛していることを認め、嫉妬心と、いとこの愛を、ただの絵と争わなければならないアルセナさを告白する。 コルネリスは部屋に戻るが、考えに取り憑かれている。レナは何のことを考えているか、幸福かと問う。コルネリスは、レナから逃れようとするが、日本が好きで、日本に行きたいと思っていることを認める。コルネリスが朝持ち帰った小瓶の中身についてレナが、問うが、コルネリスは答えるのを拒む。レナは立腹して部屋を出る。レナはいとこの挙動について考え、 彼の妄想に苛立ち始める。コルネリスのことを諦めるべきかどうか悩む。レナが去った後、コルネリスは再び、日本への愛を追求し、特に、民の肖像を見つめる。東洋からの白来品とおぼしきポーションを取り出して飲む。ポーションにはアヘンが含まれており、コルネリスは薬物による幻覚の中で、妄想的行為を続ける。レナは、コルネリスの部屋に戻るが、コルネリスは、 戦争状態で白チュームを見ていた。コルネリスは幻覚に深く入ると、オランダの戸棚は日本の部屋に変形する。民と思われる女性に、コルネリスは愛を告白するが、現実にはそれはレナだった。レナは驚くが、コルネリスが戦争状態にあることに気づき、告白を拒んだ後、彼がもっとおかしな行動に陥るのを恐れて、部屋から逃げる。コルネリスは、 肘掛け椅子を壊して目を覚まし、オランダの戸棚は再び元の形に戻る。恐る恐る戻ったレナは、コルネリスが肘掛け椅子で眠っているのを見る。目が覚めたコルネリスに対し、レナは野蛮な行為をしたことを非難し、空想の中にしかいない女性を愛する狂気を起こった。コルネリスは、レナの怒りに目を開かれ、実際には、レナを愛していることに気づく。コルネリスは、 レナに謝罪し、レナはそれを受け入れる。二人は互いに愛し合っていることを認め、劇は終わる。ありがとうございます。